はい、皆様おはようございます。バナナも大好きバナナンボーです。関東の小さなお庭で無肥料無農薬でお野菜を作ったり、熱帯植物を育てたり、近場で野草を取ってきて食べたり研究したりというような植物との触れ合いをお伝えしていく、そんな動画でございます。いよいよですね、11月中旬になり始めましたね。関東はですね、当地では最低気温が8度くらいまで下がるようになってきましたかね。というところで、そろそろですね、秋冬物の植え付け、そろそろ終わりにしないとですね、寒くなって、冬を乗り越えられないという時期になってまいりますので、今日はですね、最終的な植え付けを終わらせようというところでお伝えしたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、まずそら豆の植え付けなんですけども、先週お伝えしたですね、ここにある芽ですね。で、実はこの芽はですね、種の胚の部分が、すべて鳥に食べられてしまったんですけども、すでに根とか芽が先にですね、土の中に、潜っているものだけが助かったんですね。あ、こんなとこに少量バッタ君がいますね。なので今日は、こちらの植え付け、それからですね、急遽先週種を購入しましたということでお伝えしていたんですけども、なるべく早くですね、発芽するように、うちの中でポットで育成していたんですけども、やっぱりうちの中だとなかなか日が当たらないので、カビとかですね、結構発生してしまいまして、1週間でこのぐらいですかね。今ここにあるのは、もうポットから出したんですけども、なんとかこういうふうに根が出ているものが、4つしかなかったんですね。あとはちょっとカビとかですね、そういうところに汚染されてまして、芽が出なかったんですね。実はこの種はですね、購入当時はカビが生えなくするような防カビ剤がついてたんですけど、わざわざ私水で取っちゃったんですよね。これを良いと考えるかどうかなんですけども、やっぱり防腐剤が入っていますと、ポットに入っている土が農薬で汚染されてしまいますので、こういう形を取って、結果ですね、たくさんある種のうちの、4種だけがですね、根が最初に生えたというところが確認できましたので、この4つだけですね、今日は、先ほどの芽が出た、ものと植え付けたいと思います。はい、こちらがですね、先週お伝えできなかった、和線の、そら豆なんですね。よく見てみますとですね、ちょっとひび割れが入ってますね。それからこちらは土が少しこう盛り上がってる感じ。こういう感じでですね、土の中では多分根が生え始めて、少しこう種の胚がですね、動いてるので、こういうふうに、土に影響が出てきてるんだと思うんですね。さすがにそら豆はですね、暖かいところに置いても、1週間では発芽ができないというところで、ただ今回ですね、先ほどの、こちらのポットの苗と、それから発芽をしたもの、それからこういう、ポットの実体がありますので、これでとりあえずですね、空いたところに、配置をして、そうすると大体植え付けれる、イメージが湧きますので、そうしますと残りのもの、空いたる場所がわかりますので、ようやくこれでですね、麦類が負けるかなというところなんですね。もうさすがにですね、11月中旬になってきますので、麦類の植え付けもそろそろ終わりになってくるというところなので、今日はですね、配置を、植えられないのはもうちょっと1週間ですね、育成はするんですけども、配置をして、そら豆の場所をしっかりと確定した上ですね、残りの場所にですね、麦類を植えていきたいと思います。はい、それからほうれん草なんですけども、少しこう、芽が出てきましたね。これは日本ほうれん草なんですけども、で、他のところを見ますとですね、あまり、若干芽生えてるところもあるんですけども、あまり生えてるところがないんですよね。これもほうれん草ですね。で、よくよく見るとですね、やっぱり西洋ほうれん草を植えた時と同じように、あちこちにですね、実は畑に穴が開いてまして、鳥に続かれてしまって、発芽中のものがほとんど、そうですね、1割ぐらいしか芽生えてないんじゃないでしょうかね。それ以外は、生えてないんですよね。なので、先週のですね、日曜日に、急遽、プランターで、ほうれん草を撒いてみました。
はい、こちらがですね、プランターで巻いた日本ほうれん草なんですね。でこちらの方は発芽を促進させるために、巻いたこの鉢自体をですね、家の中で、育苗して芽が出たところで、これちょうど外に出して2日目なんですけどね、種を巻いて4日ぐらいで、芽が出てきまして、で、日に当てて、葉が緑になってきたという状況なんですね。やっぱり日本ほうれん草条件良ければですね、まあ、結構4日5日ぐらいでもう芽が出るみたいですね。はい、いっぱいですね、いっぱいプランターで作ったんですよね。なのでちょっとここのプランターのですね、ちょっと本葉が出てきて、まあ、若干間引きをしてですね、その状況を見つつですね、これらの半分ぐらいをですね、先ほどの露地に定植しようかなと思うんですね。まあ、場所によってはですね、やっぱり結構鳥に食べられてしまうとですね、なかなかうまくいかないもんですから、まあ、今回は、ほうれん草の初期栽培というところで、まあ、鳥に食べられましたので、プランターで、補助的に作り、この後ですね、状況を考えながら先ほどの場所に、まあ、半分ぐらい定植できたらなと思っております。はい、このようにですね、発芽したものを植え付けました。でここの空いてるところにですね、先ほどの後から植えた種をですね、埋めてみました。なのでだいたいここのところでですね、三寸空豆ですねが、まあ、発芽するであろうというところになります。それからこちらの方にですね、ちょっとポットを置いてみました。おそらくまあそうですね、この辺りにこう植えていくと思いますので、他のまあちょっと日陰になるここの空いたところとかですね、それからこういう端のところに余ったスペースで、これで空きスペースが決まりましたので、今日は小麦を植えていきたいと思います。はい、ここに植えていたキャッサバなんですけども、もう種をまきますので、外しました。で、こちらにあるのがですね、外したキャッサバなんですけども、ちょっと根を見てみましょうね。ちょっと日陰になりますかね。根がですね、まあすごい貧弱ですね。やっぱり陰に植えてましたからね、本当はこのキャッサバの芋がもっと膨らんでですね、これが5本6本取れるのが普通なんですけども、まあ、背丈はですねそれなりに、まあ、80センチぐらいまで伸びましたかね。なんですけども、結果はこんな感じでしたね。まあやっぱり日に当たらないとやっぱりキャッサバはですね芋ができないということが分かりました。だけども、関東でもですね、時期を選べばそれなりに大きくなるということが分かりましたので、とりあえず今回の実験栽培はこれで終了ということで、まあ来年どうしようかなとは思いますけどもね、ちょっとこれだと来年ちょっと植えるのが難しいので、まあ、ちょっとキャッサバってですね、この茎を挿し木ができるので、この後葉を伐採して、ちょっと貯蔵してですね、ちょっとこれを挿し芽を挿し木っていうんですかね、挿し木をして来年の春、まあ、芽が出てきたらですね、来年もうちょっと日の当たるところで実験して2年間ちょっと実験してみたいと思いますね。はい、それではですね、やっとですね区画が決まりましたので、今回はこの3種類のですね、麦類を植えていきたいと思います。もち麦、これ裸麦ですね。これはご飯に入れてるともちもちとして美味しいというので、今回は作ってみたいと思います。それから二条大麦ですね、こちらちょっと品種わかりませんけども、麦麦芽糖ですねは作るのにもいいですし、まあ、ちょっとビールは作らないんですけどもね、ビールでよく使われる麦ですけども、こちらも植えてみたいと思います。それからこちらのパン粉麦ですね、こちらの方は、雪の力という品種らしいですね。今回は、まあ、大麦と小麦、それから裸麦というのをですね実験栽培してみたいと思います。はい、ここの鉢ですね、こことそれからこの境、それからこちらにですね、もち麦をまきました。それから、こちらちょっと日陰になりますけどもね、まあ、ここに二条大麦をまいて、ちょっと奥の方なんですけども、こちらの方に、パン小麦ですね、を巻いてみました。で最後にですね、
野良棒菜ですね。今回やっとですね、ポットに栽培していたそら豆が開きましたので、ちょっと時期的に少し遅いんですけどね、野良棒菜プランターでちょっと育ててみたいと思います。またこれ残りの種はですね、また春に巻きたいと思うんですけど、この野良棒菜も結構冬に強いって言われてますので、今日はこれを植えておしまいにしたいと思います。はい、それからハレダスとシンプソンですね。シンプソンがやっぱりですね、花芽が出てきましたね。はい、これはやはり遠立ちでしたね。背が高くなってきたというところで、はい、だいぶ寒くなってきましたけどね、この季節で、種が花が咲いて種が取れるんでしょうかね。ちょっとこれからまた見守っていきたいと思います。それから白菜ですね。先週もだいぶ食べられましたと話をしましたけども、少し結球し始めましたがね、はい、それからこちらの方も頑張ってまた伸びてきましたね。寒いところをうまく狙って虫がいなくなったところで食べられなくなって中心部が大きくなるというところを期待するんですけどもね、はい、なんとか大きくなってきてますね。はい、頑張れっていうところですね。それから玉レタスのサリナスですね。こちらも結球し始めましたかね。はい、今のところ一株だけですかね、丸くなり始めたのが。はい、楽しみですね。はい、それから食用菊ですね。こちらアボキューという品種なんですけども、だいぶ大きくなりましたね。このぐらい開花しましたので、花が開きましたので、今日はですね、開いてる花を収穫して湯がいて食用菊としてですね、食べていきたいと思います。はい、今日こちらがわさびリーフなんですけど、だいぶ大きくなってきまして、ビタミンが影になり始めてますので、ちょっといくつかですね、この辺の葉を収穫したいと思います。はい、こういう感じでですね、収穫をしました。これで、ビタミンがですね、これで日が当たるようになりましたね。はい、こことこの株は結構大きかったので、今日は収穫といたしました。はい、正解はこのプランターはソラマメで、種が全滅しちゃったというところのプランターに飽きましたので、ここにですね、シャンパーニュという、キルサンエンドですね、種が余ってましたので、巻いてみました。ちょっと路地植えとそれから鉢栽培でこれでちょっと比較してみたいと思います。はい、今日は、ようやくですね、ソラマメを植え付けを開始しましたという話、それからそら豆の植え付けによって場所の配置が確定しましたので、ようやくですね、残りの場所さまざまな隙間にですね、裸むき、それから小麦、二条大麦ですね、を植え付けましたという話、それから、小麦をまくためにですね、キャッサバを収穫しましたけども、根が全然育っていなかったという残念なお話ですね、とうとうのお話をいたしました。それからプランターが空いてきましたので、ちょっと時期は遅いんですけどね、野良棒菜というものをですね、ちょっとばらまきで、今ここにですね巻いてみました。というところで、だいぶですね作業が収束してくるという状況でしょうか。はい、また来週もお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。